バッターボックスには
名打者の西村、ルールはまだ当たりがありません。バッター取った、これで3アウト。吉川がバッターボックスに入ります。2アウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよ。引っ張った、ファーストが取る、これで3。打席には3番バッター山口、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり押さえておきたいですね。そうですね、2アウトランナーありません。インコース決めてきた、ノーボール2ストライク。アウトコース打ちました、ゴンザレスが押さえ、打順はトップに帰ってチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤で初球打ち、ヒットになった。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今。さあそして打席にはオコエが入っています。さあ追加点の欲しい場面、ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応考えているでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ。打順は1番に返ります、バッターオコエ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席ランナースタート、初球打ち、ファールランナーファールボール、ファーストランナースタート、ヒットエンドランに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。打ちました、ヒットになりました、ホームに。さあそしてバッターボックスにはオコエが入ります。さあ一打先制のチャンス、早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。痛烈、切りました、ファウル。抜けていれば先制かというところでした。低め外れています。ストレートを狙ってたんでしょうね。打ちました、ツーボール、入れました、ファウルボール。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッター。さあマウンド上のグリフィン、無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチングを見せてくれてますね。そうですね、あと1人が頑張ってもらいますね。ベンチ変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス海老名、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。グリフィン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、バッターレフト前ヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番村上、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。
は1番に入ります。バッター山崎、